戦いやすい服でよかった。これならたとえ古代の邪竜とだって戦える。今だけは私も英雄譚の歌姫みたいに君を支えたいかな。ダンジョンに向かうのであれば準備は入念にな。うん、いいじゃない。アイズなんて英雄譚の女騎士みたい。とってもイケてるわ。ありがとうございます。あの、こんな高そうな服本当にもらっちゃっていいんですか？もちろん。その代わり今日はとことん楽しませてもらうわ。心してガイドなさい。はい。で、ハルモニアさん？それにしても、あの、どうかしたんですか？ベル、ちょいはけて。ちょいはけて？ちょっとどいてって言ってるの。合図一人を見たいのよ。あ、はい。黙って。横顔もいい感じ。何より立ち姿のシルエットが絶対に映えるし。あの、何？アイズ、今から私の言う通りに動いて。はい。くるっと回って。キリッとポーズ。お客さんに向かって手を振って。こうですか？見えた！何が見えたんです？というかさっきからずっと何をして。完全に見えたわ。アイズがシアターに立って満員の客席から大歓声を受ける姿。シアター？この天才女優ハルモニアの目に間違いはないから。あなたには絶対的な花がある。アイズ、女優になりなさい。いや、女優さん。待ってください。なんでアイズさんが女優になるなんて話になったんですか？この衣装を着た姿を見てピーンときたの。凛々しい佇まい、見る者を引きつけて離さない圧倒的な花。何よりも舞台に立ったら激映えするだろうその美貌。逸材よ。確かにアイズさんはその魅力的ですし、舞台に立ったらみんな見ちゃうと思いますけど。でしょ？それって何よりの才能なんだから。ちょうど私も引退しちゃったところだし、歌劇団には新たな看板女優の存在が必須。それが元気なら話題性十分。あのボケ女神も認めざるを得ない。それが目的？自分が安心して引退するためにアイズさんを差し出す気なんですか？そうとも言えるし、そうじゃないとも言えるわ。才能というものは見つけられ、皆の目に触れるべきものなの。アイズには絶対才能があるんだから。どう、アイズ、女優になってみない？楽しいわよ。オラリオを飛び出して世界中の大舞台で公演するの。オラリオを飛び出してって、そんなのダメですよ。なんでベルが反対するのよ。え、いや、それは、私、女優さんのことよくわからない。ほら、僕も無理だと思います。なんでベルがムキになってるの？大体あなたが芝居の何を知っているって言うのよ。お芝居のことは何もわからないですけど、でもアイズさんのことなら少しは知ってます。
だってアイズさん、すごい長い台本を覚えてセリフを言ったりするんですよ。舞台は何時間なんてザラ、難しい言葉もいっぱい出てきます。それを全部覚えられるんですか。ごめんなさい。謝った。待ちなさいよ、セリフなんてどうにでもなるから。最初はプロンプターでも何でもつければいいんだし。でもお芝居となるとやっぱり。そんなのやってみなきゃ分かんないでしょ。なんなら今ここでやってみればいいじゃない。今ここで。そう、あなたたち二人でお芝居をしてみなさい。一般人には難しすぎるんですけど。文句は言わせないわ。天才女優ハルモニアの目に間違いはないって証明してあげるんだから。さあ、台本は覚えた？ワンシーンだけだからセリフも大した数じゃないでしょ。はい、これくらいなら大丈夫。でも本当にやるんですか、こんな何もない場所で。そこはノープロブレム。私くらいの大女優になるとどんな場所でもそこを劇場と思えるの。ここは大劇場の舞台の上、照明に照らされている豪華絢爛なセット、役者の登場を今か今かと待ちわびる満席の観客たち。緊張感が高まる中、次第に明かりが落ちていって、さあ始まるわ。これは運命に操られた悲しき恋の物語。時刻は深夜、憂いの表情で現れるヒロイン。彼女の胸にあふれるのは焦がれるあの人への思い。絶対に好き合ってはならない相手だったはずなのに、彼に恋する切ない思いをヒロインは思わずつぶやく。あー、ベルオー、あなたはどうしてベルオーなの。おい。言えた、よし。おい、感情って知ってる？感情？満員のお客さんが見てるの。今のお芝居じゃヒロインの恋する気持ちが伝わらないでしょう。やってみます。じゃあ合図のセリフからもう一回。あー、ベルオー、あなたはどうしてベルオーなの。落ち着いてください、ハルモニアさん。その方が伝わるかなって。もういい。次、その場に駆け込んでくるパートナー役。アイズエットアイズエット。わあ、びっくり、ベルオじゃない。一体どうしてこんなとこに。迎えに来たんだ、アイズエット。僕と一緒に逃げよう。逃げる？なんで？そんなの決まってるだろ、君を愛しているからさ。愛してる？そうなの？嬉しい。どうでした？この天才女優ハルモニアの目にも間違いがあったのね。だから言ったじゃないですか。あそこまで大根だと思わないじゃない。最後なんてどこか故障したのかと思ったわ。あまり大きな声で言わないであげてください。本人はできてると思ってるみたいなので。うん、頑張れた、ちゃんとできた。
セリフも間違えずに言えた。うん、やった。女優さん楽しいかも。ハルモニアさん、私舞台に立てますか？あはっと、もうこんな時間、オラリオを観光しなくちゃ。さあ行くわよ。あ、ずるいですよ、ハルモニアさん。しゅん。地壁のこの場所、小さい時に見つけた秘密基地で、ベルトを訓練した場所だから、私にとってとっても大切な場所。お、ティオナ、お芝居見られないの悔しがってたから、いつかハルモニアさんのすごい歌劇、みんなで一緒に見たいな。お、うん、戦いやすい服でよかった。これならたとえ古代の邪竜とだって。例えば精霊のお話とか、それで幸せな物語がいいです。またハルモニアさんのお芝居で見てみたいです。この身がどうなろうとも私は歌い続けます。英雄カドモスのその傍らで。ハルモニアさん、こういう感じでしたでしょうか。ジャガマル君を愛するジャガメイト。ジャガマル君を好きな人に悪い人はいないと思います。賑やかな神様、それに眷属思いの神様だと思います。やっほー、私みんなのアイドルアイズ、みんなにラブを届けるために戦い続けるラブエンジェル、これからもよろしくね。ロキがそう言った方がいいって。